こんにちは。アマゾン S サポーター、堀秀夫です。今日は FBA 納品、まあ、仕入れ、何個買うか。で、まあ、こちらの記事の FBA 納品する商品個数というね、一番下の方だと、まあ、実際の Q&A で、まあ、はめは1個、で、1個売れたら3個、で、3個売れたら10個、または1ヶ月の予想個数、少ない方の個数を納品するというふうな記事があって、 で、なぜそうするのか、まあそうしないとね、どんな弊害があるのかという記事を、この商品探しの、何個仕入れるか、ここですね、この会員限定記事にも作りました。まあこれ両方見ていただいて、プラスね、じゃあ例えば、えー、期間限定で値下げをしてると、ね、 普段、仕入れ価格1000円の商品を今300円で買えますとね。ね、えー。いう場合は、まあそんな時もね、ね、えー。まあ、はじめ1個ってのはもうほぼ鉄則。よっぽど目的ン自信なきゃ鉄則なんですけど、じゃ1個売れて3個、ね、買うときにね、今3個買えば300円で買える。だけど、次回は、ね、えっ、ー、と、まあ1000円に戻っちゃうとか。 あるいはね、片番遅れなんで買えなくなっちゃうかもしれないというときにね、残ってる在庫100個買っちゃおうか、ね、あるいは50個買っちゃおうか、まあ、迷うケースが出てきます。まあ、これ、ね、メ利きができるかできないかによって変わります。まあ、当然、まあその値段ならすごい儲かるならね、えー、買っちゃうということもありますしまあ、 大して動かないようにはちょっとリスクも考えられるという場合にはね、えー、まあ原則通り参考しか仕入れないというのはあるんですけど、まあこれをマニュアルあるいは一般論でかっちり決めることはできないです。まあ予算とかね、えー、その買おうとしてる会員さんの性格とか、あるいは Amazon のアカウントがどれぐらい育ってるかとか、そういったのに左右されるんでね、まあ個別サポートの会員さんは迷ったらお相談ください。 まあこういうケースなんだけどというのに相談してくれれば、それに必要な条件を聞いてね、まあ、じゃあ買っちゃいましょうとかね、見送りましょうっていうサポートをさせていただきます。でチャットワークサポートとはマニュアルサポートの会員さんは、まあ、最悪損せずに処分できるかを考えて仕入れ判断をしてください。まあ、どういうことかというと、例えば、ね、オーストラーマゾン用にドバッと買ったと、ドバッと買ったはいいけど、ね、ライバル出てきちゃった。 ね、ア,マアマゾンが売り出しちゃって売れなくなっちゃったとかね、あるいは、えー、なんか、なんか、あのー、間違いがあったみたいてカタログなくなっちゃったと。ね、で、言った場合に、えー、じゃあ売れなくてどうしようと。ねえー、例えば eBay なり、あるいはヤフオクなり、まあ、メルカリでもいいんですけど、まあ、どっかで売れば損はしないと、ね。あるいは消耗品で自分で使えばいいやとかね、人にプレゼントしてもいいやというような商品だったら仕入れちゃって OK。まあ、そうじゃない場合は、慎重に。 えー、仕入れない方がいい方がです、まあ、迷った時ね仕入れて在庫になっちゃってゴミになっちゃうっていうのが一番良くなくてそれね在庫分損したという以上,以上にまああのー、後々売れる商品が出てきた時にその時のね失敗した体験っていうのはね結構マイナスになりますあの時売れなかったからねこれもやめとこうかなって形になっちゃうんでまあ もっと買っときゃよかったな、でも今買えないなってぐらいが初めのうちはちょうどいいです。で、目引力ついてきてね、まあ、これなら絶対だという場合はもう買っちゃうと。で、で買いすぎるとね、弊害もあって、まあ私、300円で買ったおもちゃが4000円ぐらいで売れてるおもちゃがね、ワゴンセールでドバッとね、えー、福岡のショッピングモールで出てたんですけど、何個だろう、150個ぐらい買ったんですかね、ワゴン全部買っちゃいましたからね。そしたらね、そのお店、翌年からワゴンセールやめちゃいました。 結局、オンセルって客寄せの意味もあってやってるのに、ね、並んでったら安いやっつって全部変わる人だったら多分意味がなかったんでしょうね。まあそういうことでね、あの極端なことやっちゃうともう、もお o しい市場が潰れちゃうってこともありますんで、まあね、ただね、そこまで考えちゃ仕入れできないですけど、その商品は美味しかったんでいいんですけどね、そんなこともあります。ね、普段例えば 仕入れできる場所が限られてると、そこでごっそり買っちゃうとね、自分がいっぱい顔をかけて、なかなかね、今まで下げた値段を下げなくなっちゃったとか、ね、そういうこともありましたしね、田舎の方の会社だとね、だからそういうのも含めて、ね、本当あの、たくさん仕入れるっていうのはね、ケースバイケースでいい面もあれば悪い面もあるんで、まあ、あの、 徐々に数増えてくりいろんな経験でわかるんですけど、まあ、初めの頃にこれ美味しいんじゃないかなと思った時はね、美味しいと思ったのが勘違いだったりすることもありますし、逆に美味しさをよくわかんなくて見送っちゃってもったいないこともあるんで、まあ、そういうことがないように、ね、個別サポートの会社はまめに相談してください。で、残念ながら個別サポートの会社じゃない方はそこまで細かい判断をする、ね、あのヒアリングができてないんで、 まあ最悪ね、損をしないで売れるか、あるいは自分で使えるか、プレゼントに使えるかというのを念頭に入れて、えー、見切り C ではしてください。また、ね、ご質問、ご報告あったらお待ちしてます。a m a z o n サポーター、堀秀夫でした。